YouTuber たまさまとぶーちゃんです。どうもどうも、おはようございます。おはようございます。はい、久しぶりですね。はい、2人揃ってのはなかなか久しぶりだと思います。そうですね、しかもちょっとまあ、はい、ご時世的にですねちょっとマスクをしながらの撮影なの で、ちょっと1人分開けながらの、ね、そうですね、実はちょっと本人たちじゃないんじゃないかっていう、はい、そんな偽物いるのいや、わかんないですけど、僕結構なんかススキノでなんか似たような人は見られるらしいですあ、ブーチャンニーの人はね結構いるらしいです、まあ、間違いなくタマ様は完全にいないですからね。何かな、いないからなんかちょっとあるお客さんはね、受け入れちゃいましたけどはい、だから一応とりあえずですね、なんかその僕も8月ぐらいからちょっといろいろお店の方も忙しくて、はい、まあその、まあちょっとね、いろんなことがあって、まあ3ヶ月ぐらいちょっと忙しかったんですけど、まあちょっとね、ちょっとパパね、15周年おいいんじゃないですか。うちのバードルヒントに14周年を迎えたというのもありまして、あたふたしましたけども、はい、というわけでね、なんかまあ、こんなご時世でね、説明も叩かれてる中なんですけれども、まあ、そうですね、はい、まあ、なんかちょっとですね、1年以上前にちょっとお知らせしたこともあったかもしれないんですけども、うん、はい、僕らはですね、ウームネットワーク、はい、クリアスさんの方に、まあ、審査をね、依頼していたんですけども、はい、ちょっとなんかその手続きで分からないところというか、ちょっと不備があった部分があったので、まあ、僕はメールしてたんですけど、うん、メールが返ってきてなくて、はい、でつい最近になって、なんか審査合格しましたって言われたんですけど、うん、その後の登録が終わってなくて、そうですね、うん、その登録の仕方は多分、僕はちょっと分からなくて、なんか、わざわざしてる中で、なんかメールしたんですけど、返ってきてなくて、でなんか最近になって、審査合格してる登録しない方へっていうメールが、クリアスさんの方が来たんで、はい、まあ、それで登録手続きを行って、まあ、ウームネットワーククリアスさんの所属になりました。イエーイ、はい、というわけでね、ここで、まあ、みんな若い人は分かってると思うんですけど、うん、ちょっと勘違いしてないといけないところがあるので、ちょっと軽く説明、はいはい、まあ、ウームさんってやっぱり有名なね、そうですね、事務所で秋田君さんとか、ね、はい、有名な YouTuber さんそうですね、在籍してるんですけど、はい、サンボリーコンサートね、はいはい、僕らのはそのネットワークで、はい、ネットワークさんから別の、まあ、底辺 YouTuber になるっていうまあ、中の一つなんですけど、まあ、言い方悪いですけどね、なんかその、まあ、動画を上げてれば審査に行くればできますっていう感じなんですね、うんうん、で今2つあって、スパークさんとクリアスさんっていうのがあって、はい、スパークさんの方は収益化してないから、はいはいはい、ネットワークで、クリアスさんは収益化できている方だと思うので、はい、そちらのクリアスさんも僕らね、はい、入っております、はいはい、で何が違うのかと、はい、ね、普通にやってるのが何が違うのかっていうメリットはありますか、うん、はい、まず、まあ、これは本当にすごい大きいことだと思うんですけど、うん、まあ、有名 YouTuber さんとコラボできるかもしれない、機会があるという可能性、まあ、そう、ただ UM さんの所属してる人たちと仲良くなれるかも的なネットワークそうです、ね、っていう考え方の方がちょっと近いかもしれないですね。うん、何か案件がその有名 YouTube さんが出た時に、まあ、そのネットワークの中でこう応募できますよっていうことですね。一般には回らないその情報というか、はい、まあ、募集で、まあ、僕らのネットワークの中でこうできますよっていうことですね。まあ、ウーム参加ですね。まあそうですね。そういう感じだと思うんですけども。はいはい、それが、まあ、すごい大きい点ですね。はい、はい、で2件目、その企業案件、企業案件とかも、はい、やっぱりそのクリアスさんの方に行って、それをなんかこう任されたりとか、まあ、応募したりとかもできますよ、うんうん、はい、まあ、チェックしてて、この案件やってみたいなってものがあれば、ね、応募して、まあ、ちょっと案件いただけるというね、うん、その報酬が発生するような、ね、そういうのもありますよということですね。はい、はい、で、まあ、分かりやすく言うと、あと動画の方で言うと、まあ、ビデオのその、動画のこう講座を受けれたりとか、あとまあ音楽ライブラリー、うん、そう、著作権のある音楽の、じゃない、ちゃんとフリーに使える音楽をこうやってるとこありますよっていうのがあるんですね、はいはい、まあ、これはもう結構まあそういうとこフリーでやってるとこあるじゃんって人もいるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、さらになんかちょっといい感じの、ね、音楽が揃ってると思うん で、使える幅が変わりますからね、幅が全然違ってくると思うんで、はい、そういう動画編集とかその辺においてもいい部分がありますよっていう部分ですね、はいはい、で僕はここが一番すごいでかいところだと思うんですけど、うん、まあ、4つ目としてはジョイサウンドのね、はい、音源が使えるという、
カラオケジョイサウンドさんの音源が、あの、歌ってみたとか使っても大丈夫ですか。そうですね。すごいな。いや、大きいですよ。これは大きいですよ。これは何せね、何せこの方、歌い手ですから。ねえ、やりたいと思ったんですけど、まあ、ちょっと著作権大丈夫かなと思いながらね、まあ、結構ね、ビクビクしながら僕らそういうのやってましたからね。バンドがどうのとかそういうのもね、あって、まあ、ちょっと載せたりした部分もあったんですけど、ちょっと大丈夫かなとかいうのがあったんですけどね。はい、まあ、そういうのがね、こう、あの、まあ、ちょっと大丈夫になるっていうか、まあ、その収益の主からね、なんかパーセンテージはちょっと取られるとは思うんですけど、で、今、あの、前はですね、なんかクリアスさんとかも、あの、その収益が例えば発生して、あの、その収益のうちからの 20% とか、障害だったんです、まあ、そういうパーセンテージを言ってたんですけど、今は一律、あの、収益が月5000円いってない人は無料、で、5000円以上の方は、そこから一律500円、優しい、まあ、そこからいくらね、そうですね、500円って、すごい良心的な。そうですね。はい、感じですね。だから、まあ、ウームネットワークっていうか、まあ、電話なんですけど、まあ、ウームに入りたいと思っている人とか、そういう方にとっては、なんかそういう人たちになんか目をつけてもらいやすいというか、見つけてもらいやすいところであったりとか、はい、あと動画の指導とかしてくれたりとか、あと、まあ、万が一動画が削除されてしまった場合とかに、まあ、ウームが、あの、そう、Google さんと掛け合ってくれるっていうか、交渉してくれるっていう。で、あと、まあ、なんで削除されたのかっていう理由がわかる。今までの人ってなんか普通にやってるとなんかなんで動画が削除されたのかっていうのはちょっと分かんない時があったりとかね、ギリギリコンプライアンスやってる人とかもすごいあると思うんですけど、まあ、そういうのを理由も教えてくれたりとかね、それっていう、まあ、メリットはありますね、はい、なのでまあその辺はまあこうすごく普通にやってるよりはまあメリットがあるかなという、いや相当メリットだらけの、はい、なんですね。まあ、僕らはまあこれからもやっていくことは変わらないと思います、はい、も北海道とかのなんかいいところとか面白いところとか、ね、まあ、イベントもそうだし、お店とかもそうですし、はい、まあ、このご時世なんでね、やっぱりなんか逆に言うとね、知っていただいて、まあ、行っていただけるところがあると皆さんね、助かるかなと思うので、はい、なんか本当に進みの人たち頑張ってなんか、ね、消毒とかアルコールあれとかやって本当にソーシャルディスタンスも持って頑張ってますんで、はい、なんか本当に潰れてほしくないなってお店がいっぱい、ね、本当に自分の身内でも本当にね、50とか60とかも1回でも知り合いだけでもそのぐらいはやっぱりあるんで、まあそういうところ回って皆さんにね行けたらなと思います。はい、過去の動画でもね、お店紹介とかやってるんで、そういうところとか行ってみたりとかね、そうですね、はい、嬉しいですね。はい、この間僕も一人で回ったりとかしましたけど、はい、まあそれがさらに増えてはいますからね。そうですね。あと、まあソーシャルディスタンスを守りながらできるような面白い動画をちょっとずつ上げていければなという形で、そうですね、考えております。はい、まあ、間違いなく僕らはアイラブ北海道ですから、はい、北海道推しで、はい、アイラブユーラブ北海道でね、とりあえずまあ、これから雪降りますから、そう、また寒くなるんで、寒くなるとやっぱり増えるっていうね、なんか言われているんで、ね、はい、まあ、北海道がバッて今人数増えちゃったのも、まあ、あの、北海道が先に寒くなるからっていう理由もあるみたいでね、まあまあまあ、まあ、統計的に言うとですけどね、はい、いろんな多分兼ね合いがあってきっと増えたのかなとは思いますけども、みんなマスク、ね、これを今日はちょっと気をつけてつけて、で、ね、歩いてもらって、でどっかに入るときは手洗い、まあできるならうがい、そうですね、してもらって、そのぐらいの感じの、まあ、気をつけてれば、まあ、大丈夫かなとは思うのでね。そうですね、はい、まあ本当に、まあ、ちょいちょいやっぱり出てますけど、やっぱりその、まあ、気をつけてても出てみたりしちゃうし、ね、まあ、まあ、それだったらね、行かないよっていう人もやっぱり、まあ、家族のためにっていうのもありますからね、なんか絶対大事だとは思うんですけども、まあ、あの、経済が回らなくなってね、本当にもう死活問題って方もいらっしゃるので、はい、まあ、ここは難しいところなんですけどもね、はい、皆さん助け合いでやっていけたらなと思っております。そうですね、はい、はい、で、まあ、僕らもね、面白い動画をね、まあ、ちょいちょいできたらいいなと思ってるので、はい、はい、まあ、めっちゃ、これ多分歌動画めっちゃ上げるかもしれないですけど、まあ、それを見ながら家で過ごしていただく、はい、そうですね、そのアットホームな感じでね、はい、僕の歌とかね、あ、そう、ブーチャンネルの歌とかこう気に入ってくれたら、まあ、そうですね、はい、やってくれる方がいらっしゃったら嬉しいなと、はい、ここに思います。はい、で、まあ、あと、まあ、そうですね、クリアスになって、まあ、昇格になるかどうかわからない、ね、そういうお話が来たら僕らは、そうですね、即もすぐ強いものにはもう分かる、すぐちょっと移籍させていただきまして、はい、あの、昇格というかね、はい、したらいいですね。そうですね、まあ、まあ、ゆでちゃんの方からね、ちょっと、ゆでとか
あれ言いたいことですか、うん、言いたいことは あれですよ、まあ、僕ら基本的にこれから動画を上げていく中で、うん、人歌とかいろいろ上げていきますけども、うん、まあ今改革ですから北海道の美味しいものとかも ね、 あそうねちょっと紹介しながらとかね、はい、フードファイターだったりとかね、何、この動画を見て面白いなと思っていただければ幸いですし、うん、これから上げていくもの、過去の上げたもの、うん、いろいろありますんで、そちらの方を見ながら、うん、まあ、お家でね、ゆっくり過ごされる方法もありますので、そうですね、まあ、これからまたちょっとね、自粛期間でね、まあ、そうですね、動画を見る期間も増えると思うんで、はい、僕らのチャンネルもね、ちょっと進めていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、これからピアス処分ということでよろしくお願いします。はい、以上、すすきの YouTuber、たまさまと、うーちゃんでした。したっけ、ソーシャルディスタンス、I love 北海道。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。